あの社長のこの言葉の中から本日は日本ビューホテル創業者柳井源典さんについてお伝えさせていただきます。まず言葉で紹介してください。はい、我々は旅行者に温かい人情を提供してあげたい、真心を込めてもてなしてあげようではないかとおっしゃっています。そうですね、やっぱり日常の提供っていうのはね、今ちょっと薄れてた言葉ですよね。そうですね、人情あまり聞かないですね。そう、うん、だから人情を提供する、それから真心を伝えるってね、うん、今のこういう時代にはだいぶコロナ問題以降乾いてきていますからね、その情の問題、真心っていうのが非常に重要でしょうね。うん、ですからきっとね、このホテルに行って一泊したら、今の世の中で溜まってるストレスが解消するかもしれませんね。行ってみたいですね。ね、先生はビューホテルよくお使いになっていたんですか？僕はね、はい、実はね、あの成田ビューホテルっていうのをよく使ってたんですよ。これはね、まあ、皆さん昔話になるかしら、私が若い頃、産業能力大学大学 の講師をやりましてね、うん、その時はですね、成田ビューホテル使ったんです。昔の人ご存知なんですけども、成田航空がなかなか開港しなかったんですよ。で、ビューホテル作ったはいいけどね、大変ですね。それがもう空港が開かないから、その間ガラガラでしょ、うん、で、彼らが一生懸命いろんな企業を歩いたり、私ども大学にも来たんですけれども、そう研修授業だったんですね。研修授業、うんうん、であの、まあ、研修の生徒さん30人とか40人で、我々は講師が行ってね、そうすると2泊3日とかやるから、うんうん、結構客室も回るし、食事もできたと、こういう状況でも、我々がそこを選んだ理由はやはり真心のおもてなしのサービスというところがありましたよね。なるほど。はい、まあ、その続きもちょっとご紹介いただけますか。はい、私は大自然に接してその美しさに感動はする。この自然にどんな工夫を凝らしたら多くの人に楽しんでもらえるか、そんな思いが先に立つ。採算よりもこの自然を生かして自分の夢を果たしてみたい、ここに理想郷を作ってみたいというのが柳井さんのホテル作りへの思いだったと思っています。そうそう、彼はね、実はその旅館の息子だったんです。あ、息子の何代目かのね、もう古い旅館なんですけども、ね、ところがその旅館街、那須の旅館街がある時火事になって全部焼けちゃうの。大変ですよね。そうそうそう、それでその町ながらいい場所にあった土地から土地を交換して、うん、那須の山の上にこう土地を行くんですよ。で、その周りをずっとこう見てね、なるほどと、こんな素晴らしい環境のところにどういうものを作ったら皆さん喜んでいただけるんだろうかと考えてね、で最初に建てたのが那須ビューホテル、うん、あ、なるほど、うん、これが大ヒットするんですね。へ、それで彼は味を占めてっていうんですが、その環境とホテルとの関わりっていうことを考えて、うん、次から次へといくつも作っていくんですが、うん、その精神がね、ちょっとこの辺に書いてあると思うんで、ご紹介して、はい、これは私が連載している連載の中から今、はい、市川先生が最新の連載しているんですけれども、はい、生来私は土地に対して強い関心を持つ。旅に出ても旅を楽しむゆとりはなく、周囲の風景の中に自分の仕事を持ち込んでしまう。ホテルをやるのに立地がどうの、眺めがいいの悪いの、水があるのないのと目の色を変えてキョロつく様は我ながら何とも味気ないと語ってます。まあ味気ないっていうか、まるでね、獲物を狙うような目でやってたんでしょうね。それなるほど、なるほど、いろいろそういう場所でここに立ったらどうなるか、ここでどうなるかと。確かにあのそこの立ってる場所の周辺って素晴らしい場所なんですよ、どこ行ってもね。でまあ、そういう意味でこの方はそういう立地っていうのを非常に重視して、その、ホテルに来る方々が単なるその建物に入るんじゃなくて、建物の周辺を楽しんだり、また建物ももちろん立派な建物ですよね、はい、そして中身の食事からそのホスピタリティっていうかな、そういうその精神っていうんですよね、まあ、その辺も多分ご紹介してると思うんですけど、はい、お願いします。私は君たちの心温かいサービスが全てのお客様に満足を与え感謝され、そのことを君たちが素直に誇りに思うような、そんな職業人になってほしいと社員教育で語っているそうです。うん、はい、まあそう、職業人ね、職業人になってほしいと、うん、でまあそういうプロなんだから、うん、そのお客様に対する一つのおもてなしの精神というのをね、うん、
本当に思いやりとぬくもりのあったものをやろうと徹底的にやってるわけですよ。だから確かにその環境とか設備も重要、うん、しかしその働く社員たちのですね、まさに人情のおもてなしですよ。それでまあね、極端に言うと、まあホスピタリティというのは相手の心だり相手の気持ちに自分の気持ちを沿わせて、あるいは一致させてどれだけ行動できるかっていうところなんですよね。だからその機械的なロボットのいらっしゃいましてありがとうございましたじゃなくて、うん、一人一人の相手の心に自分の心を沿わせるかっていうね、うん、人情っていうのは人の情ですから、その情の相手の情にどれだけ沿わすことができるかっていうことで、まあサービスの勝負なんですけども、それを徹底してやったのがこの柳井さんの作ったビューホテルということが言えると思いますね。はい、今日はそういう意味で立地と、はい、それからサービスのそのホスピタリティと、はい、その全て完璧なビューホテルさんにご紹介いたしました。終わります。ありがとうございました。